はい、皆さんこんにちは。グローカルの増田です。今日はですね、国際協力の JICA 海外協力隊と民間企業からサステイナビリティの事業に携わられている北原さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、北原さんの自己紹介をいただきたいなと思ってまして、出身地と簡単な自己紹介をお願いできますか。埼玉県出身で北原と言います。大学を卒業後4年間ちょっと生命保険会社の方で働いて、その仕事を退職後、青年海外協力隊としてパラオ共和国に赴任しておりました。で、パラオでは廃棄物に関する事務所に配属されて、環境教育の事業に携わっていました。はい、で、帰国してから開発コンサルタント会社に就職をして、環境影響評価の仕事に1年間携わって、その後また転職をして、現在は建設会社でサステナビリティに関する事業に携わっています。はい、ありがとうございます。JICA海外協力隊の活動を終えた後、どういうことをしているのかみたいなところも深掘りできたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、国際協力に関心を持ったきっかけからお聞きしたいなと思ったんですけど、はい、北原さんって何が最初きっかけで国際協力に興味を持ちました？もともと小さい頃から海外は結構身近で。そうなんですね。父親の転勤で幼い頃アメリカに住んでいたこととかもあって、はい、海外に対する興味っていうのはもともとちっちゃい頃から持っていて、で大学で国際関係の学科で学んでいて、その中でフィールドワークでアフリカのマラウイ共和国に行く機会があって、そこで実際現地で協力隊として活動している人たちの姿を見て、私もいつかこういう風に働いてみたいっていうのを具体的に考えたのが一番最初のきっかけです。あ、そうなんですね。もともとはやっぱりご家族の影響で、まあ、海外っていうところには親近感があったと。はい、そうですね。まあ、一方でただ国際協力っていう枠組みではなくて、はい、そこを具体的に考えたのが、いわゆる大学生のフィールドワークのことがきっかけで、うん、そこを目指し始めたっていう感じなんですね。はい、そうです。ちなみにそのマラウイのことをお聞きしたいなってちょっと思ってるんですけど、はいはい、フィールドワークって具体的にどういうことをされてたんですか？実際現地に行ったのは2週間になるんですけど、うん、事前の調査から現地と、あと、まあ、帰ってきて報告書をまとめるっていうところ、一連の授業ではあったんですが、現地では実際にホームステイをしたりとか、現地の NGO とか訪ねたりとか、アフリカのマラウイのこの現状の生の姿をきちんと見て学んでいこうっていうところで体験をしてきました。はい、なるほど。マラウイって初めて行かれたと思うんですけど、はい、行く前もちょっと勉強されてました？はいはい。実際日本で勉強してるマラウイと、はい、実際フィールドワークで2週間行ったマラウイって全然違いました？はい、全然違いましたね。一番違ったこととかって何なんですかね？はい、日本で情報収集するアフリカのマラウイっていう国って、当時ですけど1日1ドル以下で生活をしている、いわゆるこう貧しい最貧国っていう情報がほとんど出てくるんですけど、なので本当に貧しい国なんだなっていう印象を持って、いざ行ってみたら、確かにいわゆる先進国の暮らしぶりとは全く違うんですけど、その貧しいイコール辛いみたいなイメージでは全くなくて、そこにはもう本当当たり前なんですけど、笑顔もあふれていて、みんな日々の暮らしを楽しんでいる人たちの姿があって、はい、っていうところが衝撃を受けました。当時大学生の時。まあ、そうですよね。はい、やっぱり紙で得られる情報とか、ネットで調べて得られる情報って、どうしても貧しいっていうところが先に来ちゃったりだとか、1日何ドル以下で生活してるんですよとか言われてるんですけど、実際行ってみると、あれ貧困に感じてるんだっけとか、まあ、いわゆる貧困って感じてるのは僕たち側の指標だけで、向こうは笑顔も絶えないし、すごい楽しそうだなっていうイメージが湧くって感じだったんですよね。なるほど。ちなみにフィールドワークでいろんな方とお会いされたと思うんですけど、はいはい、現地の NGO の方とかもお会いされたって感じなんですか？マラウイの NGO 団体とか、はい、例えばそのエイズに関する支援をしている NGO 団体だとかっていうところは訪問して、あと現地で働いている日本人の協力隊のところ、はい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 、まあ、あと小学校とか政府とかも訪問したりっていうところ。ありがとうございます。ちょっとじゃあ国際協力ってところはそういった形で入っていったっていうところあったんですけど、はい、大学卒業されてから生命保険会社では何をされてらっしゃったんですか？生命保険の仕事とはちょっと違う部署で、国際関係の部署での海外の総務経理っていうところを主に担当していたので。あ、そうなんですね。はい、海外に対象を受ける総務って具体的にどういうことをされるんですか？でも本当に当時のその会社から海外にいろんな拠点があるので、はいはい、そこに赴任する
する人たちの、まあ、言ってしまえばお世話みたいなところです、うんうんうん、人事労務とかそういうところなんですね。なるほど、そうなんですね。でそこで、まあ、仕事されてると思うんですけど、はい、4年で辞められるっていう話でしたっけ、はい、4年ちょっと。なるほど、その辞めたきっかけもちょっとお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、はい、そもそも大手4年ちょっといて、はい、自分とは違うなみたいなところがあったんですか？自分とは違うなとはあんまり思わなかったですけどで仕事も楽しいし同僚もいい人たちだし、はい、毎日それなりに楽しく過ごしていたんですが2年3年過ぎてくると結構毎年の業務のルーティンが決まってて、はい、このまま私一生どうするんだろうっていうのをちょっと考え出してしまってで毎日楽しいけど、うん、ワクワク感みたいなのがないなと思って、はい、ちょっと違う一歩踏み出してみようかなと思ったのが辞めたきっかけです。それがもう4年とちょっ と、それを踏み出した感じだったんですねちなみになんか自分の中でそのキャリアを考えるときに自分は楽しいことをするとか、うんうん、重要にしてた指標とかって何かあったりするんですかね？やらなかったら後悔するかなとかいう視点でよく考えるのと、あと人と比べるのもどうかと思いますけど、はい、例えば自分の仲いいすぐ隣にいるような人が、はい、今協力隊に行くって言ったら、はい、私多分すごい羨ましいんだろうなって思って、はい、そういう視点をなんか常に考えてしまいます。なるほど。これ聞いた話なんですけど、はい、生命保険会社で働かれてる時に机の壁になんか貼られてたんですよね。自分のモットーみたいなのを家の壁に人生どうしようかなって悩んでた時に、はい、その日々の生活それなりにハッピーではあったんですけど、はい、もっとエクサイトな方がいいなっていうので、はい、自分に問いかけるために、はい、ハッピーオアエクサイトっていうのをこう貼って人生どっちだっていうのを考えてました。なるほど。毎日見る壁にそれを選択させてたわけですね。なるほど。その大手の生命保険会社で働いている時はどちらかというとエキサイトではなくてハッピーだったと、はい、ただもうそこはもう4年やったから次はエキサイトに行こうというところで JICA 海外協力隊っていうところを応募しようと思ったって感じなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっともう少し深掘りしたいなと思ってるんですけど、はい、実際応募するじゃないですか、うん、応募するにあたって自分が選択した国とかどこに行こうかと思ったのかとどの職種を選ばれたのかっていうところもお聞きしたいんですけどそこってどうですか？どこの国という強いこだわりはなかったので、うん、まず職種で考えて環境教育で応募したんですが、はい、そうなんですね、はい、それも教職とかを持っていたわけではないので、はい、私の今までの経験と資格っていうところで応募できる職種を考えて、うんうん、環境教育っていうところで単純にすごく興味があったので、うんうん、廃棄物問題とか環境問題っていうところ、はい、ちなみになんですけど大手生命保険会社に勤められていらっしゃったじゃないですか、はいはい、環境とあんまりマッチしないのかなっていうイメージがあったんですけど、はい、なんかマッチする部分があったってことですか？先ほど言った生命保険会社での海外総務経理の授業の他に少し広報系のプロジェクトに関わらせてもらう機会があって、はい、あその会社の中で？そうです。でその授業も兼任みたいな形でやらせてもらっていたので、はい、広報とか PR 活動をがっつりやってましたみたいな形でのアピールを環境教育でも廃棄物の削減の広報活動とかっていうところにつなげられるという、はいはい、ロジックでやってたんですね、はい、ロジックでやってました。なるほど、そういうことか。やっぱ広報活動っていうのは、はい、環境教育の中でも非常に重要な部分で、うん、情報を不特定多数の人たちにも認知してもらうために、うん、そういった広報活動っていうのが自分の中でスキルが持ってるから、うん、そこを強みにして受けに行ったって感じだったんですね。そうですね。なるほどですね。ちなみに環境教育ってちょっともう少し深掘りしたいなと思ったんですけど、はい、具体的にどういうことされるような職種になるんですか？パラオでですね、はい、私が配属されたのは政府の廃棄物管理事務所っていうところだったんですけど、そこで国全体の 3R 推進っていうところに携わるという職種でした、うん、なるほど。 3R ってリユース、リデュース、リサイクルですよね、はい、そうです。はい、でその3つって結構途上国でそこを推進していくのも難しいですよね、うんうん、そうですね。でもパラオはもう比較的意識も進んでいて、道にゴミが捨てられてるとかいう国ではなくて、当たり前ですけどゴミはゴミ箱にっていうのはきちんとできている国だったりして、リサイクルの土台っていうのもある程度整っていたので、 3R っていう言葉自体も浸透はしていたし、なのでそういった意味ではすごく取っか
かりはやりやすかったです。なるほど、ありがとうございます。はい、今までは国際協力に関心を持ったきっかけから、はい、JICA 海外協力隊に参加する前何をしてたのか、で JICA 海外協力隊中パラオでどういうことをしていたのかっていうところの概要をお話しいただきました。この後からはパラオで具体的にどういうことをやっていたのかっていうところのさらに深掘りをしていこうかなというふうに考えております。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。